はい、どうもです。皆さんお元気ですか？体調不良とかなってしまうと今の時期とても怖いと思います。なので手洗いうがいはしっかりしましょう。で、今日なんですけど、引き分けを作っていけたらいいなと思います。今までね、引き分けは 4,5 回ぐらい達成したことがあるんですけど、引き分けって意外とやろうと思ったらできるんですよ。 49% 対 49% みたいな、数は引き分けになるけど、でもジャッジ君の判定は、まあ一応どっちかが勝つみたいになってるんですけど、それでも一応引き分けはできるんですよ。で、今までスプラッシューターとか、若葉シューターとか、シューター系の武器を使って引き分けをやってきたんですが、今日はローラーを使って引き分けにしたいと思います。で、細かいところ塗るのはやっぱシューター系が有利だと思うんですけど、ローラーってあんま隙間塗れないので、そこも頑張ってローラーで、はい、塗り塗りしたいと思います。頑張ります。ということで、今日はローラー使って引き分け狙っていきましょう。頑張りましょう。よし、じゃあコロコロで引き分け作っていきましょう。あ、待って、ちゃんと塗れない。難しい。待って、これね、几帳面じゃない人でも几帳面になっちゃうかもしれない。難しいね、これね。ほら、どうしてもね、隙間が出るから2回3回って引かないとダメかもしれないな。いや、これは難しいぞ。オッケー。あ、全然塗れない。いや、まだまだ塗りがね、足りてないですね。よし。あと分岐点どこだっけ？ここだ。ここが分岐点で、ここが分岐点だ。オッケー。あははは、頑張ってる。え、これどんくらいなんだろうね。で、めっちゃ線綺麗なんだよね。ほら。あ、俺ちょっと汚くしちゃった。ごめん。汚くしちゃった。ごめん。誰か。ごめん、汚くしちゃった。来てくれ。はい。オッケー、うまい。あ、オッケー。ナイス。危ない、怖い。こんなもんかな。漏れてるとこあるかな。端っことか怖いな。大丈夫そう？あ、ナイス。綺麗。めっちゃ綺麗じゃない？ほら。ナイス。行ったか？うわ、めっちゃ綺麗だぞ。いけ。あ、よし、0.01の差だ。惜しい。惜しかったな。1回目惜しかったね。でも、容量はつかんだ。今ので、慣れはした。やっぱ、ローラー、コロコロ、結構濡れる？濡れてるよね、結構。あれだ、色合いが好きだわ。オレンジって。オレンジ綺麗じゃないですか。ベルトコンベア塗るのも大変だな。うわ、これ難しいな。ペンキ塗りのバイトをしてるみたいだ。ちょっとズルしてる、なんか、プチ塗りしてるぞ。いや、これ行ったべ。行ったべ。綺麗だよ。あれ。ちょっとオレンジが勢いついてるな。やってるとね、雑なところがね、ちらほらあるっぽい。こうやって塗ってるつもりなんだけど、なんか、隙間がほら、今隙間あったでしょ？隙間があって、でもしかしたらそこでポイントがつけられてないのかも。おらおら。ベイブレードみたい。コマだ、コマ。ベイブレードみんな知ってる？昔流行った、ベイゴマの遊び。子供用のコマ。キャラクタードラグーンとかスザクとかいるの。まあ俺もやってたんですけど。え、いけたかな。まだ緑の方が多い気がするけど。あ、まだ緑の方がちょっと多い気がする。いや、うまくいかないね。引き上げ難しいわ。全然うまくいかない。いいね。気持ち黄色多めだから。
あいー、こんな感じじゃない？うわー、こんな感じ？今、そろりと言ったが。いいんじゃない？お、いいんじゃない？うわー、惜しい！めっちゃ惜しい！よし、ここもう、決めよう。ここで引き分け決めよう。塗り残しはない。はず。ないはず。いや、俺、ローラーでも引き分けしたいよ。危ない。これ、お願い。これ、お願いします、誰か。あー、ありがとう。オッケー、これでいこう、これでいこう。あ、こっちちょっと出てるかもしんない。あ、でも逆にこっちが黄色出てるから、バランス取れてる。ちょっと出てるけど、こっちもちょっと出てるから、お互いのチームが。バランス出てる、取れてるぞ。いけ！半分いけ！あー、今度逆に黄色が。どう？あ、いい感じ。ちょっとこっちいい感じ。この右側の端をこのベルトコンベヤーのところにくっつけて、であまりしぶき立てないようにゆっくりいけば大丈夫な気がする。これどうだ？どうだい？お、めっちゃ綺麗じゃん。なんかちょっと青いの飛び出てるけどさ、反転みたいになって、これすげえ気になるんだけど、これめっちゃ気になるんだけど、これどうしよう。誰か、これに気づいてくれ。誰かこれに気づいてくれ。これに気づいてくれ。 OK、 ありがとう。どうよこれ、どう？惜しい。今日は無理かもしれない。とりあえずここはまっすぐ引いて、ゆっくり、はい。あ、まだなんかちょっと出ちゃった。これ何なんだこれ。あ、いや、これまっすぐ行きたいんだけど、なんか蛇行しちゃう、蛇行しちゃうぞ、うちのイカ。まっすぐ歩けないのか？でもね、俺ね、まっすぐ線が引けない病気かもしれない。俺まっすぐ線引けないんだよね。漢字書くときとかさ、まっすぐ線書くんだよ。俺自分のさ、名前の漢字書くときも線引くんだよ。うまく引けないんだよね、線が。なんで？あと、丸も綺麗に書けないね。丸を書こうとしても書けないから絶対コンパスが必要なの。これ難しいね。これは愛嬌。これは愛嬌。よし、こっちまっすぐだ。いける！これいけるぞ！いける！くそ、俺の愛嬌でも足りなかったか。惜しい。